代表復帰の伊東純也さん、いきなり1ゴール2アシストと結果を残す。日本代表は2026年北中米ワールドカップアジア最終予選の第1節で中国代表と対戦し、12分に久保建英の左 CK から遠藤航のヘディング弾で先制。前半アディショナルタイム2分には堂安律のクロスに合わせた三笘薫がヘディングシュートを流し込み、2対0で折り返す。迎えた後半、日本は52分、58分と立て続けに南野匠がゴールを挙げる。さらに約7ヶ月ぶり代表復帰で投入された伊東純也が77分にチーム5点目を挙げると、前田大然の6点目、久保の7点目もアシスト。伊東が1ゴール2アシストの活躍を見せた日本が大量7得点で最終予選白星スタートを決めた。途中出場で1ゴール2アシスト完璧です。にしてもベンチメンバーもほとんどが海外組で、ベンチメンバーでスタメン組んでも不安がないのが強みですね。メディアの手のひら返しの称賛と美談が違和感でしかない。ほんま帰ってきてくれて嬉しいわ。ゴール後の一礼はいろんな感情が入り混じった結果なんだなと思うと泣ける。久保が自分で行けるところをあえて伊東を使ってた。伊東選手ナイスゴール。アシストも素晴らしかったし、復帰戦としては言うことない活躍でしたね。やっぱり伊東はボール持った瞬間から可能性を感じさせるよね。何かやってくれそうと思ったら早速結果出しちゃうんだもん。本当にこんな選手はそうそう出てこないよ。現地で見てたけど動くたびに大歓声がすごかった。後半途中とはいえキレッキレで圧巻のパフォーマンス。久保や南野その他全員との連携も素晴らしかった。さすがの活躍でした。疑惑だけで奪われた伊東選手の時間は戻ることはありません。容疑だけで選手生命が失われることは今後あってはならないと思います。サッカーに関する動画を随時更新中。コメント、高評価よろしくお願いします。